Hey guys, so do you guys remember this video? It's a video of my friend in his tiny, tiny apartment. And it's actually one of the most viewed videos on my channel. But apparently, he moved to this luxury apartment in Tokyo because he's got a raise and also he's got a new girlfriend who now lives there together. So I thought, why don't we go check his new place out? And also, I'm gonna ask him a lot of juicy questions as usual, like his rent, his monthly expenses, his salary, and all that. So I hope you guys enjoy it. All right, let's go. はい、すよろしく。よろしくお願いします。うおー、入りからだいぶ広なってんな。だいぶ広なってすごいな。これはもうこれ紹介する、どんどん紹介していく感じ。うん、お願いお願い。オッケーオッケー。じゃあ早速スタートしようか。あ、ちょっと待って、その前に、おケンペイ、今日これさ、お土産ちょっと持ってきたからあげる。マジで？うん。何これ。 Thank you 東京チューリン桜子 for sponsoring today's video。 え、日本のお菓子を毎月送ってくれるサービスやねん。こっちが今流行りのポップなお菓子で、こっちが日本のもっとトラディショナルな和菓子とかが入ってる。日本の食器も毎月送られてくるんで。マジで？And this month's theme was Sakura Picnic, so we literally went on a hanami to enjoy Sakura-themed snacks and match-flavored confectionaries under some cherry blossom trees. And we really enjoyed exclusive items like Tokyo Layer Loaf and Sakura Painame in Tokyo Treat and Sakura Sencha in Sakurako. And even if you're not too familiar with Japanese snacks, the booklet inside will explain every snack in the box and also some informative Japanese culture. So if you're interested, don't forget to use my discount code to get $5 off of your first box. Gotoye!前はお風呂とトイレが一緒になって、でウォシュレットとかもなかったけど、今はもう全く別、お風呂とトイレで、ウォシュレットもついてます。これ必須。しかも前さ、うん、コメント欄でめっちゃ来てたのがさ、うん、便座マット。ああ、そうやね。それなんか、なんかそれキッシュジョーってめっちゃコメントで来てた。マジで、うん、めっちゃ気持ち悪いやんって。今はもう便座あったかいの、常に、うん、だからもう置いてません。なるほどね。 OK、 じゃあリビング行きましょう。ここにあるものは引っ越すタイミングで全部買いました。ゴミ箱買いました。買いました。食器だから。これ冷蔵庫です。電子レンジ、トースター、ゴミ、段ボールのゴミですね、うん、あ、日本はね、その捨てられる日が毎日、そう、段ボール週に1回だから、これは、来週捨てます。普通のゴミは週に2回かな。一応燃えるゴミと、これペットボトルで、こっちに瓶があります。うわ、オロナミン C だらけやん。そう、捨てるのが、2週間に1回しかないです、瓶。間に合いません。まあ、キッチンもね、前の倍ぐらいのサイズになったんちゃうか。だいぶでかなったよ。だいぶでかなったよ。ダンスできるけど、ここでダンスダンス。その彼女が料理してくれるから、その代わり俺は洗い物したりとか、結構役割分担をしてるつもりかな。なるほどね、うん。洗面所、お風呂とか行きましょう。洗面所兼脱衣所、結構彼女と一緒に使ってるから彼女のものが多いんやけど、これが、うん、床下収納ですね。何を入れてんの？これ結構洗剤とか、もしなくなった時に予備ひたすら詰め込んでます。何でもあるな。うん、でも全部あるよ。この洗濯機ってさ、うん、乾燥機付きな？これ乾燥機付いてません。こんな何でもありやったら乾燥機ぐらいありそうだけど、思うじゃないですか、うん、もうついてるんですよ、この家に。もともと浴室、お風呂、ここに乾燥ってあります。これが乾燥機です。浴室乾燥機って言って出た。こういう風にこうしてます、浴室に。なるほどね。これ乾燥かけたらもう次の日には乾いてる。一応風呂のその紹介をすると、風呂自動で沸きまして、沸いた後温度を保ってくれます。でずっとその温度で入れんねん。そうそうそう。窓もついてるやん。そう、日差しがね。じゃあ次リビングに行きましょう。どうぞ。一応間取りとしては、ここは 1DK で、ここは一応ダイニングになるかな。ヨギボー2つ。ヨギボーも高いけどな。そのヨギボーを知らん人に伝えると、確かに、まあ、1個2-3万。え、そんなすんの？2つで5万、6万。これ2つで5万ぐらい。社長やん。ソファー置いたら結構足とかもあるから幅取るんよ。2つで、うん、こうやってくつろげる。でこうやってテレビ見る。でまあこれスイッチとかですね。
スイッチ、あ、ゲームするんですか？ゲームしかしないですね。ゲームしかしない。一番好きなゲームは Apex Legends。 打ち合うゲーム、ひたすら打ち合う。それをにスイッチでやろう。それはスイッチじゃないんです。あ、スイッチじゃない。スイッチでは、スイッチは、うん、最近やってるのは、うん、マリオテニス。そんなあかんって。あ、そっちやって。くっせ。はい、雑魚お前。はい。うわ、雑魚、雑魚。もう一回、もう一回、よくない、よくない、もう一回、よくない、雑魚。じゃあ俺、雑魚、もう一回、やめろ、よくない、よくない。じゃあさ、この部屋さ、気になる。前は何ぼやった家賃？前はね、4万ちょっととか。4万とかめちゃめちゃ安かった。めちゃめちゃ安かった。今は、今何ぼだった？今、倍になって、8万3000円かな。8万3000円。水道が、だいたい2ヶ月に1回請求来るから、それで4、5千円かな。電気が、今月がちょっと高かったんやけど、2人住んでるから、うん、また1万2千円から1万4千円、うん、安い方やと思う。あ、ほんま？俺3人で住んでて、3万とかやもん。あ、そんな高い？うん、結構した。ガス代だいたい4千円とか。食費がね、2人でだいたい4、5万でやってるかな。ほぼ毎日彼女が作ってくれてるから。はいはいはい。だいぶあれやな。そう、だいぶ浮いてる。じゃあ次、寝室です。はい。おぉ、結構寝室が狭くて。あ、でもベッドさ、前シングルやった。そうなんですよ。うわ、前シングルやったんやけど、引っ越すタイミングでセミダブルになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。あとはまあ、ベッド横のサイドテーブル、うん、こんなんもなかったな。うん、この、これは何なんですか？これね、俺も彼女も趣味がダイビング。じゃあ一つがキッペナーで、一つがこっちが彼女ので、こっちが俺のやつ。なるほどね。で、ベランダとクローゼットで、うん、クローゼットもまあ、ちょっと広いかな。ちょっとぐちゃぐちゃしてるけど。うん。え、じゃあベランダは何に使ってるの？ベランダはね、あんまり使ってないんやけど、ちょっと日光浴かな。ああね。だからちょっと椅子置いたりしてる。はい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 。普通やったら洗濯物に使うけど、うん、俺はま、1階やし、うん、その1階ってあんまりこう防犯的に良くないから、うん、下着泥棒とかあるもんな。そう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 。女の子の洗濯とか干したら怖いから、何干せ。ああね。だいぶ上がってんな。だいぶ上がってるけど、え、じゃあそれ給料はちなみに、なんて前給料が、前給料がだいたい手当とか合わせて、うん、手取りが18とかやったかな。今何万だった？今ね、25ぐらいかな。そんな上がった？24、5ぐらいかな。手取りがやろ、うん、額面じゃないの、うん、額面20、額面29とかじゃない。4万ちょっと引かれるから、それで保険、年金、うん、税金、所得税で、うん、え、家賃はどうしてるの？一応、うん、彼女がまだ4月から働き始めたから。あ、そういうことね。初任給もらってない。はいはいはい。今一応まだ俺が払ってない。なるほどね。もともと一人暮らしだったしな。そう、これから先 はもう完全に半分にしようかな。あーね、もういろいろなんか揉めんの、面倒したから。揉めるんすか？いや、多分揉めへんけど、うん、だから食費出してくれたらさ、うん、これ買ってって言いづらいわ。あの肉食いたいとか、あ、この肉食いたいとか、自分で出してたらさ、うん、これ買いたい、言いやすい、はい、うんうんうん。絶対キッペンの方が食わん。米5合炊いたら、3、4合俺が食ってんじゃん。うわ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 。でもそれはしゃあないよな、シェアする。そこまで細かくできんやん、うん、俺も俺んちで3人で米買ってんね、うん。もう8割はジェセッカ食べてる。ほんまに。他なんかさ、同棲で困ることとかない？逆に狭いかな、2人にしても。あー、なるほど。もともと俺が一人暮らししてるとこやから。そっかそっか。クローゼットもパンパンやし、うん、床下収納パンパンやし、うんうんうん。じゃあ次の目標はもうちょっと広い、と大きい、うん、めちゃめちゃ今は充実してるね。なるほど、いいっすね、うん、おめでとうございました。ありがとうございました。あとゲーム部屋を作りたいから。なんだそれ。